計算機システム概論、今回はその25回目ですね。で、今回からトピックが変わります。それでですね、これまで何を学んできたか。最初はですね、計算機というのはどんなものか。で、それを支える計算の原理、チューニングから始まる計算の原理を理解した後で、その計算機システムの各コンポーネントごとにですね、その概念、基本概念や機能を学んできたわけですね。その内容を簡単に振り返ってみましょう。もう一度見てみましょう。で、情報処理能力というのは、デジタル計算機による、情報処理システムの能力ということですが、これは情報をエンコードして、そのエンコードされた情報を処理すると。で、そのためにメモリーを使い、最終的に得られた結果、これをその人間社会あるいはユーザーにインタラクションをして結果を返すと、こういうことになっています。そこでですね、その情報処理システムの能力というのは主に3つに、大まかに分けられるとみなすことができます。まず最初がですね、計算処理能力、これは CPU、 実際にシンボルを書き換える。次に記憶容量、メモリーのことですね。情報をエンコードするためにはメモリーが必要です。これがその情報処理システムの一つの重要な能力になります。で、さらにですね、各種デバイス、これは、得られた情報をフィードバックする、あるいはこれから計算をして問題を解こうとする、その情報、基本となる入力情報、いろいろな問題を記述した情報などを入力する、そういう各種デバイスになります。で、我々はですね、この計算機システムの中核を学んだ後で、CPU の管理、メモリー管理、ここまで終わったわけですね。今回は従ってこのデバイスの話に移るわけです。我々はですね、CPU の管理の時もメモリーの管理の時もですね、OS が実現する、その管理によって実現するシステム、これをですね、二面的に捉えると、こういうことをしてきました。これがですね、OS というですね、複雑な管理システムをより正しくと言いますか、本質を捉える一つのアプローチであるということを学んできたわけで、このデバイスとファイルの管理についても同様な2つの見方で、このデバイスとファイル管理を理解するというのが一番その理解しやすい、本質に迫るものなわけですね。で、その2つの側面というのは、1つはですね、資源の管理者、資源を管理するという、そういう立場。で、もう1つはですね、仮想計算機を提供するということですね。で、この2つの見方はやっぱりデバイスとファイルについても言えるわけです。そこでですね、デバイスとファイルについては、資源の管理者としての OS はどのような目的でこのシステムを作るかということですが、1つはですね、多種多様のデバイスを制御する、いろいろなインタラクションをしてですね、計算結果を反映するというのがですね、その何でもできる情報処理システム、これは最初の回に学びましたね。情報処理システムというのは、人間が行う知的活動をモデルにしている、したがって汎用の問題解決システムである。この汎用性を実際に実現するためにはですね、さまざまなデバイスが制御できなければいけない。例えばですね、自動車であるとか、自動車にはエンジンやブレーキやいろいろな部品があって、それぞれのデバイスとして実現されている。より複雑な例としてはですね、スペースシャトルのような非常に複雑で大規模なシステム、そういうものもですね、非常に多種多様なデバイスで作られていて、それらは全てですね、情報によって管理されているということで、多種多様のデバイスを制御できなければいけないということで、どんなデバイスでも制御できるようなメカニズムを作り込むということが一つの目的になるわけですね。もう一つは最適な制御ということですね。これは今まで通りといいますか、最適にそのデバイスを使いこなす。
で、さらにですね、デバイスについてはですね、適切なエラー処理というのが非常に重要になります。このデバイスというのは、実際にですね、物理的な動きをしてですね、外界に対しての働きかけをする。例えば、ブレーキをかけてその車を制動する、止めるとかですね、エンジンをの出力を上げて加速するとか、そういうことをするわけですね。このような物理的な世界というのは、情報の世界、論理的な世界と違って、種々のエラーが、不具合、あるいはその物理的な現象、摩擦とかですね、いろいろな、あるいは何かこう、摩滅とかですね、いろんな現象によってですね、エラー状態が発生します。これらを適切に処理するというのが、重要になってきます。で、これらを含めたですね、管理者としての OS の側面を果たす。で、もう一つの別な側面として、これはユーザーからの見た側面だったわけですが、仮想計算機としての OS、これはより高度で使いやすい、そういうシステムを実現するということですが、デバイスについてはですね、この一様なインターフェースをユーザーに提供する、こう多種ないろいろな多様のデバイスを制御しなければならない。この裏返しとしてですね、いろいろなデバイスを簡単にですね、一様なインターフェースで使えるようにする。例えば、ファイルのアナロジーで言えば、ファイルをオープンする。ファイルをですね、その閉じてあるものと紐解いてオープンをする。で、実際にファイルの中身を読んで、あるいはファイルにページを追加するというような、そういうようなこうハイレベルなアブストラクションを与えて、使いやすいインターフェースを提供する。これはですね、特定なディスク装置だけではなく、いろいろな多種多様なデバイスに対しても一様な操作を提供すると。そういうことによって、ユーザーはですね、いろんなデバイスをですね、簡単に使えると、そういうことが実現できるわけですね。それからもう一つはですね、これはある意味、このファイルに特有なものですが、名前による抽象的な管理。これは情報処理の本質としてはですね、多量の情報を管理するというのが必ず出てきます。で、多量の情報、情報にはですね、ある意味制限がない。いくらでも情報は増えてくるわけですね。そのいくらでも増えてくる情報をですね、簡単に見つけ出して、簡単にですね、管理をして、使いやすくその分類をする、そういうようなことが本質的になってきます。そこでですね、我々が日常的にやっているようにですね、名前をつけて、抽象的な管理をすると、そういうようなことをすると。で、具体的に言えば、ディレクトリ、フォルダ、ファイル、こういうような階層的なシステムを作り上げていくということをします。これらによってですね、非常に使えどのようなデバイスでも簡単に使える、しかも多量の情報を管理できると、そういうことを実現します。で、これもですね、CPU やメモリーの管理と同様で、この2つの側面を同時に実現する、同時に達成することによってですね、最適なファイルやデバイスの管理を実現できるということになります。したがって、この場合でもですね、最適な管理をするというのと、使いやすい計算機を各ユーザーに提供するというのは、相互的なお互いに他を補い合う関係になっています。我々はですね、計算機システムを作るときの一つの、その重要なアプローチとしてですね、階層的にいろいろな機能を追加して、階層的に機能を強化していく。模倣の階層を作っていく。そういうことを最初の回、あるいは2回目などで学びましたが、その考え方はこのデバイスとファイルについても言えるわけですね。で、先ほどのような2つの目的を達成するためにですね、特にですね、その使いやすく高機能なデバイスをユーザーに提供するためにですね、デバイスの管理は仮想化の階層によって実現されています。で、そこでこの仮想化の階層をまず最初に確認をしてみましょう。これがですね、デバイスの仮想化階層ですね。デバイスの機能がですね、階層構造を成しています。そこでですね、それをですね、その実現をするソフトウェアとともに、その対比によってですね、その仮想化の階層を整理してみると、ここに示したような、
表として理解することができます。まず最初のこちらの軸はですね、デバイスの階層です。デバイスというのが先ほどから申し上げているように、実際にですね、外界に働きかけをする、あるいは外界から入力を取ってくると、そういうものなわけですね。まあ、携帯電話の、まあ、スピーカーとかですね、マイクとか、まあ、そういうようなもの、あるいは温度センサーとかですね、加速度センサーとか、そういうようなものなわけですね。そういうことでですね、必ずですね、そのデバイスにはですね、ハードウェアというのは実際にものとして存在する。で、その環境とインタラクションする、そのレイヤーが必ず存在をします。で、これを、まあ、言葉ではハードウェアと言っています。で、この、もう一つの側面として、このデバイスの階層とそれを管理、あるいは実現すると書きましたが、実現するというのはそれを仮想化するプログラムですが、この実現するあるいは管理するプログラム、この2つを対比しながら、この階層構造を理解すると非常に見通しの良い理解になるわけですね。で、この我々はこの一番こう物理レイヤーに近い順からこう見ているわけですが、第1番目、これが物理的な外界との実際にインタラクションをすると、これをハードウェアと呼ぶと。そうすると、このハードウェアというのは物理的あるいは電気的な制御機構そのものになるわけですね。先ほどのその、自動車を制御する場合、例えばブレーキを制御する。そうすると実際にブレーキですから、制動装置という摩擦を急激に増やして、車のタイヤの回転を止めるというような物理的なものが必要なわけですね。あるいはそのマイクと言いましたが、マイクも電気的な信号に変えると。まあ、実際のいろいろなこの、空気の振動を電気的な振動、まあ、電気的な波に変えると。そういうような実際の制御機構が存在します。ここはですね、デジタル計算機にまだ至っていない実際の物理的電気的な制御機構のレイヤーになります。で、これをハードウェアとここでは呼ぶことにします。で、このハードウェアのその、制御機構を使って実際にデバイスが作られる。例えば制動装置やマイクなどが作られる。そうすると、この制動装置やマイクを管理するプログラムとして、これがその、ここからがですね、実際に管理するプログラムの始まりなわけですが、デバイスコントローラーというものが存在します。このデバイスコントローラー、これは後で言いますが、後で詳しく見ますが、このデバイスコントローラーはですね、実際のハードウェアの動きを制御して、これをですね、デジタルコンピューターとして実現をすると、そういうものになっています。後でもう一度振り返ります。で、そうするとですね、個々のデバイスはですね、この制御プログラム、デバイスコントローラーと呼ぶ制御プログラムによって、一種のデジタルコンピューター、まあ、特殊なデジタルコンピューターとして実現されます。この上にですね、ソフトウェアレイヤーを作っていくわけですが、その一番特徴的なソフトウェアがですね、その、汎用のインターフェースを持つデバイスとして構成するソフトウェア。で、このソフトウェアがデバイスドライバーと言われているものになるわけです。個々のデバイスはそれぞれの機能を持っているわけですね。それぞれの機能をある一定のインターフェースとしてユーザーに提供する。そのためにですね、個々のデバイス依存の種々の処理を実現するという、そういうソフトウェアシステム、そういうシステムが必要なわけで、これをデバイスドライバーと呼びます。このデバイスドライバーは、従って個々のデバイスに応じて、作られる、まあ、一種の管理プログラム、一種の OS なわけですね。これをですね、このデバイスコントローラーが実現するものが、ある種の仮想的な計算機システムであるとすると、デバイスドライバーはそのデバイスを実際に動かす、一種のこの仮想的なコンピューターのオペレーティングシステムに相当する、そういうシステムになるわけです。で、ここまで作り込むとですね、デバイスは、プログラムによって一様なインターフェースを持って管理できる、そういう、まあ、そういう
デジタルシステムから使うことができるデバイスになるわけですね。で、その上にですね、ファイルやディレクトリ、これはですね、この OS として働く個々のデバイスの上に作られるある種のアプリケーションプログラムと見ることができます。で、ファイルやディレクトリなんですが、このファイルやディレクトリというのは多くのユーザーにとって必要な機能ですので、これも基本ソフトウェアの一部として実現されています。で、実現するプログラムとしてはですね、ファイルシステムになっていますね。ということですね。ということで、ちょっと最初ですので、いろいろ詳しく説明をしましたが、ハードウェア階層、物理的な実際に動く部品や、温度をセンサーするようなセンサーなど、その上にそれをですね、デジタルコンピューターとして実現をする。そこでデバイスができる。で、そのコンピューターは種々のいろいろな構成、いろいろな機能を持っているんですが、それをですね、一様なインターフェースとしてプログラムに使うことを可能にするデバイス、デバイスドライバー。で、その上の汎用の、ある種のアプリケーションであるファイルシステムやディレクトリ構造というような、そういう階層構造を持っています。で、この階層構造の中でですね、この1番目というのは、これは物理的な世界ですので、このシステムソフトウェア工学の扱う対象ではありません。そこでですね、この、主にですね、この階層のでこうデバイスコントローラー、これはハードウェアそのものなので、これも詳しくは勉強しない我々の対象外となります。それで、このシステムソフトウェアは主にですね、このデバイスドライバー、さらにその上に作られるファイルシステム、これがですね、我々が学ぶ主な対象になります。以上の階層構造をですね、絵で描くと、このようなものになりますね。このデバイスと、下の方にですね、物理レイヤー、あるいは実際の環境に接している部分で、一番上にそれを使うユーザープログラムというふうな階層構造になっていて、上の方がある意味このハイレベル、抽象度が高い高機能なシステムに見える、そういう仮想的なインターフェースになっていると。で、下から行くとデバイスというのはですね、実際のハードウェアの、実際の物理現象を制御する制御機構、その上にデバイスコントローラーという、これはですね、計算機に、このデバイスのハードウェアを計算機システムとして実現するレイヤーが存在する。この部分をまとめた、この部分までがいわゆるデバイスなわけですね。で、ここから上がソフトウェアレイヤーになります。で、割り込みハンドラーというのが OS の中核にあるということを学びましたが、この割り込みハンドラーもデバイスのコントローラー、これはハードウェアですから、これを制御する機構として、このレイヤーが中核として存在します。デバイスドライバーは一種のこの割り込みハンドラーとインタラクションをする OS のように機能するソフトウェアなので、その上にいるわけです。これは OS の一部と同様の性質を持つソフトウェアですね。で、その上にですね、ファイルシステムなどを実現するための共通のライブラリー集合が存在して、その上に実際のアプリケーションであるファイルシステムなどのプログラムがある。で、このファイルシステムなどは通常ライブラリーとして実現されていて、これらを使ってユーザープログラムがデバイスを制御すると、こういう構造、こういう階層構造になっています。